吉田さん、オリンピックは儲かるらしいですよ。で、儲かる人っていうのが選手とかその大会に実際に飛んだり跳ねたり走ったりする人ではなくて、そして視聴者でもなくて、もちろんねスポンサーも大して儲からないんですよね、今回は特に。で、誰が儲かるのって言ったら、スポーツ競技とかあんまり関係ないオリンピックなんとか委員会とかね、そこに関わる名誉なんとかだね、顧問なんとかってね、こういう人が一番儲かるんですよ。例えばそのオリンピックを運営してる、まあ運営すると言われてるね、自分では走ったりするわけでもないし、練習するわけでもないし、誰かと競技するわけでもないような役員の方が、まあ毎月毎月ね、オリンピックがありますよって決まった瞬間からずっと報酬が入るみたいなね、確かにそういうところあるかなと思います。あの、例えて言えば甲子園ですよね。甲子園で実際に試合に出る高校生の、ね、球児たちには別に給料は払われないんですけども、そこに救う群がる、まあ、いわゆるどす黒い利権たちは結構儲かるんですよね。そういうところなんじゃないかなと思いますよね。それから特に今年はオリンピックをするがゆえに我慢させられる人があまりにも多いというところじゃないですか。あの、飲食店の方とかサービス業とかの方中心に、でその辺で不満はかなり噴出してるんじゃないかなと思いますね。じゃなかったらオリンピックがあろうがなかろうが今年みたいな不満はなかったと思うんですよね。確かに金儲けオリンピックっていう言葉は間違いではないし、じゃあ選手とか大会に実際に労力を割く人がね、儲かるかって言ったらこれは儲かんないんですよ。オリンピック選手って結構悲惨ですからね。やるだけやらされて手元にはあまり落ちてこないみたいなね。で、しかも怪我をしたら終わりとか。オリンピック選手で前回のオリンピック選手、誰が、ね、メダル取りましたって言ったらほとんどの人覚えてない。で、まあ、Qちゃんっていうのはね、あの、吉田さん言われてましたけども、たまにああやって何年か前の人をちょっとなんか印象あるかなみたいなぐらいですぐ忘れられていくんですよね。それこそオリンピックで金メダル取った人が、あの、街中歩いてても、あ、オリンピック選手だとか全然言われないですよね。それよりも山崎芳生っていうお笑い芸人の方が街寄りしたら、あ、山崎だって言われるぐらいのね、もんですよね。もうそう考えたらオリンピックにいろいろと不満が噴出するのはわかるかなと思いますけども、結局はオリンピックがそれでなくなるかとかね、オリンピックの立場がいろいろ変わるかさ変わらないんで、ビジネスの視点で捉えた時にそれを利用するかどうかっていうこととね、利用できないかどうかってことだと思うんですよ。例えばオリンピックが畜生、なんでオリンピックこの野郎って思う人がいるとしたら、じゃあそういうふうなオリンピックを反対する人の感情を逆なでするようなアウトプットをすれば、まあ、利益が出るじゃないか。で、利益が出ればオリンピック様々っていう風に考え変わっていくんだろうなと思うんですよね。私もおかげさまでオリンピックをネタにした、まあ、動画とかをね、いろいろと出させてもらって、まあ私は本心からオリンピックはくだらないと思ってるんですけどもくだらないけども、別にね、オリンピックに関してそうやってくだらないものにわざわざ介入していって気分が悪くなる必要はないんで、オリンピック見ても全然ね、夢とか希望とかね、私は感じないしね、なんか勝手にやってるんじゃないのというくらいでね、それよっか、あの、ロッキー4見た方が私は夢や希望を感じるんで、まあ何にどう感じるかってみんな人それぞれなんで、オリンピックをやればね、みんなが喜ぶと思ったらそれは大間違いで、腹が立つ人もいるってことなんですよね。そして金を稼ぐのは悪いことかっていうのは悪くはないんですけども、ただつつましさとか建前でしょうね。私はお金のためにやってるんじゃありませんよっていう風な建前でもって、金を稼ぐのは悪いことじゃないとかね、金を稼いで何が悪いっていう風に言わないのが、あの、やっぱりつつましさだったと思うんですよ。そういう風な建前がずっと日本ではあったし、それはね、特に何もかも、お金を稼がせないようにするためのそれが作戦だとかね、権力者の、思い込ませなんだとか言わなくても、まあ、別にね、それは表現を柔らかくした方がお互い気持ちがいいんだったらそうすればいいんじゃないかなと思いますよね。もう私はその、普段からね、金稼ぎは、悪いことですとかいいことですって別に言わないですけども、ただ議論になった時には、いやでもやっぱ
金稼ぐこと必要ですからねとか、お金がなかったらどうやって何をするんですかとかなりますけども、ただやっぱりね、なんていうのかな、そんなにあんまり表現しないのがなんかね、この国に生きる人の良さだったんじゃないですかね。結局はやることってのは金稼ぎしてるんですけども、まあ貧乏であってもね、なんかそれが悪いことっていうふうには感じられないとか、なんかお互い様とか世のため人のためとか、武士はこの間高い王子とかね、まあでも実際にお金持ちを目指すし生活を楽にするために頑張るお父ちゃんがいたりとかね、内職するお母さんがいたりとかっていうのが、まあ、昭和の風景だったのかなと思う、そうですね。まあ吉田さん、何度も私たちもね口にすることですけども、金稼ぎは別に悪いことではないんですけども、あれですよね、金のためにやるっていうふうな表現がやっぱり多くの人の勘に触るっていうところじゃないかなと思いますよね。で私もまあなんていうのかな、なんか久保さんと一緒に仕事したら儲かるからとか言われるよりも、いや久保さんと仕事させてもらって光栄ですって言われた方が気持ちがいいんで、やっぱそういうことなんだろうなと思うんですよね。金稼ぎのオリンピック名とか言うけども、それは自分が稼いでなかったり自分が恵まれてなかったらお金に群がる人に嫌悪感が出るのは当然なんで、まああのね、世の中の多くの人はお金に余裕があるってわけではないですし、お金がなくなることへの恐怖っていうのがあるんで、そこに寄り添おうと思ったら本当金稼ぎばっかりで嫌だねっていうふうな思いを持った方がいいのかなとかね思っちゃいますね。究極はでも金稼ぎはみんなしたいわけなんですよね。でなんでお金稼ぎたいかっていうと、やっぱり安心が欲しいし余裕が欲しいし、その稼いだお金で誰かに何か愛情をね表現したいんだろうなと思うんですよ。それがなかなかお金をね簡単に稼げないし、お金をポン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 払ってくれるような人を見つけられないんで、まあ袋小路になるんですよね。それはやっぱり人がお金を払ってくれるほどの信頼関係っていうのはそう簡単につかめないですよね。それこそビジネスアスリートみたいな感じじゃないですか。まあ吉谷さんはすごいですよね。だからね、毎月毎月金を稼ぐみたいなね、当然といえば当然ですよね。自分のお金を自分で稼ぐのは当たり前で、まあ給料文化っていうのが根付いてるからじゃないですかね。なんですかね、給料をもらいに会社に勤めに行くっていうのは金稼ぎをすることと自分が働いてることって別って考えるんですよね、きっとね。でどっかで会社にこう勤務するっていうのは社会貢献だっていうふうに思っちゃってるんですよね。そういうふうに会社も思わせてるし、世のため人のために自分たちの職場があるんですとかっていう、まあそういった考えがまかり通っていることと、じゃあ世のため人のためなんだったらギャラいらないですよねみたいなね、いやいや安月給なんでみたいな言い方したりとかですね。ほんでやっぱり暮らしを良くするために出世もしたいし副業もしたいし、お金なるべく節約してなるべくお金を払わないようにして、なんかね少ないお金でたくさんのサービスを得たいとかね、まあそういうふうないろんな思いが交錯してるんでしょうね。みんなでだからみんなで稼げるようになったらいいんですけどね、やっぱりねなかなかそうはいかないかなっていうところです。まあオリンピックは金儲けのためにやってますけども、ただ私たちがイメージするように市場からお金を儲けるっていうふうなね、そんなことではないっていうのを今回の動画のまとめにしたいと思います。オリンピックでお金を儲けてる人は全て国際発行によって儲けてるんですよね。マーケットからお金を集めてプラスになってるわけではないということですね。で結局国家事業って国がかかる事業って利益を得る人は国債発行によって利益を得て、損する人は自分の身銭を切ってっていうね、身銭を切ったものが巡り巡って関わる人の給料になってるわけではないってことを、まあそれはもう何とかもね面白い話だなと思いますね。いやもうお金の仕組みこれからも勉強していきたいですね。それじゃあいってらっしゃい。